姫路市メガにある黒田職、高市の墓黒田職、高市の墓所前景。黒田職高市は戦国時代から安土桃山時代の武将。黒田茂高の子。子に黒田義高などがいる。前名は三鷹。郷は聡園。大英四年黒田茂高の子として備前国福岡にて生まれたと伝わる。署名は三鷹。妻は小寺氏の養女で。 赤市正風の娘、5歳、または、側室として、母、里氏、関勘氏がいた。針馬小木上主の生児聖職に仕え、天文12年には、聖職の敵であった、香山茂道を討ち取った。それらの功績から天文14年、聖職の養女をめとって、可能に留せられるとともに、生児の生死と変気を与えられて、生児職高氏と名乗り、 はり姫路城の城代になった。職高氏は百軒長屋を建てて、貧しい者や下級部し、職人、行商人などを住まわせるなどして、廃家に組み入れたり、情報収集の場所としていた。永六七年には、浦上正宗の子、浦上清宗と自分の娘の婚姻を実現させたが、その宴席中に、父、重高のかつての主である、 赤松正秀の奇襲で浦上親子が殺害され、諸高氏は正秀と対立したと言われている。A60 年頃、この吉高に家督を譲り、姫路城の南東に位置する国府山城に隠居した。A62 年、かねてより対立していた赤松正秀が足利義明を抱える織田信長に属した池田勝正と別所安人の支援を受け、 姫路城に三千の兵を率いて攻め込んできた際、迎撃に出るも、実定の出手ともしなどを失い危機に陥っていた子、吉高救援のために、自身も出馬して、勝利に貢献した。その後、主君の正治聖職は、お出しに組みするが、天正六年に、摂津岡城主、荒木村重のお出しに対する無本に、聖職も交往する向きを見せた。は村重を説得するために、 有岡城に乗り込んだが失敗し、捕獲され、牢に入れられた。吉高が遊兵され、温身不通になってしまったことで、黒田氏は当主不在となったが、この時、吉高の重臣7名が連署で、あるが不在の間は、職、高氏の命に従うことを誓った書状を、職、高氏にあてて送っている。こうした要請に応じて、 職高氏は吉高が救出されるまでの間、黒岳当主の座に復帰し、小田氏から離反した小寺氏には組みさず、小田氏に変わらず味方する姿勢を示した。天正八年、荒木村重の無本鎮圧に伴い正治聖職が、逃亡すると、その子、私職を密かに引き取って養育していたという。その清錬で、忠義鉄なところを、橋場秀吉にも称賛され、後に、 姫路城の留守居を任された。天正13年8月22日、62歳で死去した。後、第9代福岡藩主、黒田最高知政の時、墓書の発見が、姫路の心、三寺の僧、入り誉れ商人より、福岡藩黒だけに言上され、新たに玉垣を巡らし墓書が築造された。墓書は、 地元の人々によって代々守られ、筑前さんの愛称で呼ばれる。現在は、姫路市指定文化財の史跡、黒田職、高市病所になっている。また、福岡市の幸運神社の拙者、鍵盤神社に、詩人の一柱として報じられ、祀られている。なお筑前福岡藩主となった黒田家が、最初に、百年期法要を行ったことがわかる人物である。 関西重州諸家府などによる、職、高氏の後期と考えられる。針間官によれば、正治側職が父であるとし、通説とは異なる。また、針間五義軍師では、のり職の父、小寺正隆の養子になったとしている。針間五義軍師によると、小寺正隆の養女とする。ABC 法理氏の無子養子として、家徳を継いでいた法理古兵の未亡人。ABC 備前軍記によると、黒田義孝の娘とされているが、年齢的に合わず、義孝ではなく、聖職の子ではないかという説がある。なお、黒田氏の系図類ではその名は、一切見られず、幼女と見る向きもある。荘厳字本黒田家略系図によると、実際は幼父に当たるという。ただし、同系図の信憑性については、他資料との乖離が大きいため、否定する意見もある。 黒田家父、備前軍記、関西重修所家父、週刊日本の城14号別名は、メガ城、鉱山城、高山城、袴だれ城とも言う、黒岳文書、関西重修所家父黒岳系図より、姫路市、黒田職、高志病所、小寺正隆あるいは正寺即職、橋本正次、姫路城氏より、ありがとうございます。